以上今日のニュースでしたここでお詫びがございます先ほど報じたニュースの中で氏名を新田真剣優と誤ったイントネーションでお伝えしていましたが正しくは新田真剣優でしたなんだその訂正大変失礼いたしましたえ？では続いて明日のここで速報です<ん>先ほどの誤った報じ方により私の番組降板が決定しました厳しいえ？この,のような形で降板となってしまい涼しい 謹んで、謹んで、んお詫び申し上げます。動揺して感じ,てるじ。大変申し訳ございませんでした。早はや判断。ここで続いての速報です。先ほど謝罪中に噛んだことを受け、番組の終了が決定しました。厳しい。